どうもお疲れ様です。舞、ま、姫、あ、大学の特別講義です。今回はですね、まあ、お金を稼ぐのか資産を稼ぐのかという違いについてのお話でございます。まあ時間や体力やエネルギーを使って、まあ、お金を稼ぎに行くっていう行為はね、まあ、私たちが最も身近に目にする、まあ、収入の得方だと思いますけども、まあこれには一つのウィークポイントがあって、それは何かをしなければ対価は得られないってことなんですよね。で、同じ労力や時間や、まあ、エネルギーを使って 資産を作っったらどううなるででしょうかってことなんですよ実は資産っていうのは定期的にお金を生み出す仕組みのことなんですよね、まあ、例えばここにですね「まあ、空手キットっていう映画がありますこれはねおそらくね40年ぐらい前にうん,なんか作られた「ベストキットっていう映画なんですけどもまず映画として資産が作られましたその映画を作るためにはものすごく労力がかかったと思いますお金もかかりましたしねロケもしたと思います 俳優さんんも集めたたりととかしたと思うんですよ。そういったものが一回できてしまうと何が起こるかっていうと映画というネタができたんでこれが資産になるわけなんですよその映画を例えばテレビで放映すると放映権が入りますよね一つの収入になりますその後、VHS という形になってビデオテープとして世界中に発表されるとまたそこで資産お金が生まれるんですよね、まあ、資産がお金を作ってくれるって形になりますけども その後こういったメディアが変わってきて DVD ってものが発売されるようになるとまた DVD で改めて収入になってきますし最近ではブルーレイってものも売れるようになりましたという形でねメディアが変われば変わるたんびにもう映画を撮っていないのに40年前の作品が売れるんですよしかも40年も経つとこれね昔リリースされた頃に10代20代の頃に見ていたのとは違う世代がまた買うんですよつまり今の10代20代です 場合によっては当時10代20代だったような50代60代の方が買ってるかもしれませんよね、まあ、そうなるとね40年前に作られた映画なんですけどもこれが資産と考えた時にもう映画は作っていないのにもう何度も何度も何度もお金を生むようになるわけですよしまいにはこういったものが YouTube にアップロードされたりとかね、えー、UNEXT にまだ置き換えられたりとかしてそこでも今度は無形のメディアとして売れてるわけなんですよね まあこういうふうに映画っていうのは誰もが作れるもんでありませんけども例えば YouTube を通じて何らかの気づきや発見のあるような情報発信をした場合っていうのはこの動画っていうのは1年後3年後5年後10年後にも再生される可能性があるわけですよそしてそこにはアクセスっていうものが集まってそこには広告料とかねその他の資産がお金に変わる仕組みっていうのが常に発生してるわけなんですよでちょっと前でしたら不動産とか土地とかお店を経営するってことが資産になりよりました でもここには条件があって利益を生んでる限りは資産なんですけどもお店とか土地とか不動産ってマイナスになることもあるんですよねでマイナスになると今度はねこれが資産ばかりか負債になってしまうわけなんですよ、まあ、そういったリスクがはらんでいる中で、えー、現在は情報発信というものが、ね、無料でできますからそれがまあ資産になり得るよということなんで、まあ、YouTube でこうやってねいろんなことをお話しすることをお勧めしてるわけなんですけどもあの皆さんの、ね、資産はどんなものがあるでしょうかということになりますまたですねじゃあ労働は 全く資産的価値がないかっていうとそんなことはなくって何かを一生懸命10年20年そして30年やるやり続けるってことはそこに信用が生まれるんですよね実はこの信用っていうのも資産の原型になりうるわけなんですよで多くの方はその信用というものに基づいて、まあ、ビジネスとしてお金を儲けをしているってことになりますんで実はね信用っていうものが最も構築し難い得難い資産だと言えるんではないかなと思いますでは本日の「舞妃講義」は以上でございますお疲れ様です